きチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ今週から行われるのはこのテーマ、各チームのキーマンは誰だ。はい、このチームを優勝するためには何が必要かっていう動画です。お、今日今回はそこまで教えてくれるんですね。そうです、そうです、うん、その代わり、はい、やっぱりこの昨年の順位が低ければ低いほど、うん、超えなきゃいけないハードルはあります、はい、高いです、うん、だって優勝しなきゃいけないですからね、はい、でそう考えると、まあ、今日は昨年の最下位、はい、日本ハムと中日をやりますけども、はい、日本ハムが優勝するために必要なのは、はい、まずは一つ目、はい、清宮幸太郎、うん、30ホームランです。おお、いやでもそうですよね、大きいのやっぱ打てる人っていうのを、そう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 、うん、でしかもまあホップステップで去年ね、うん、使って今年で、だって優勝するためだから、まあ、最下位のチームが優勝するためには、はい、それ相応のノルマが必要だから、うん、そうですね、やっぱこれをだからどこまでクリアできるかどうかで順位が決まる。それを1年後にもう一回見返します。はい、それがどうだったのかね。そうですね。でも打者でいうと、まあ、清宮の30本はいるね。うん、であと万波の20本、はい、うん、この2人はやっぱ出てくると思うんですよね、うん、だこの2人が合計で50本ホームラン打ったら多分いい感じでいくと思うよ。相当でも結構高いハードルですね。それだって最下位のチームが優勝するためだから、ね、はい、で外国人もアルカンタラ、はい、マルティネスでしょ、うん、であとはどうやろうな、野村、うん、だからホームラン20本、はい、お、20、20、清宮先生30、これで優勝いけんじゃん、うん、結構いけると思いますよ。どう先生、これでいけると思いますよ。の、うん、これぐらいいったら面白い。でも可能性あるじゃん、うん、野村選手ね、うん、私怪我するんですよ。今年もまだ腰が痛いらしい、うん、怪我しなかったらな、うん、そうなんですよ、うん、いい感じいけるけど、ノルマンこれだろう、うん、で、マルティネスが2割7分5厘とホームラン15、どうもちろん上川の最多だ、はい、上川最短だとはまだ言わないけど、上川端、3割、うん、これで優勝いけるやろ。いいんじゃないですか。かなり強力打線ですよ、こんなに打ったら、うん、で投手陣ね、はい、投手陣も重要だから、うん、投手陣は、北山か石川、うん、どっちが守護神やるか分かんないけど、はい、守護神やった方が、最多セーブ、うん、獲得です。最多セーブまで取っちゃいますか、日本ハムが。ただ優勝すると思う、はい、これ優勝するためだから。そうですね、うん、だって最下位のチームが優勝するためにはそれいろんな高いハードルを、はい、うん、そうですね、はい、でプラスアルファ、加藤、うん、上沢、はい、伊藤大海で、40勝40勝、30勝で40勝3人でね、3人でか、そっか、うん、だから13、13、14とかそういう感じで、うん、いったら、はい、優勝いけんちゃう。いけますね、うん、だって最近なかなか10勝投手が3人いるところもいないですからね、うん、そうそうそう、うん、この3人が40勝で、うん、はい、多分ダントツ優勝じゃないですか、本当にそうなったら。だから俺優勝するためのって言ってるから、はい、ダントツ優勝でもできないこと言ってないじゃん、うんうん、無理ではないですね、うん、加藤、上沢、伊藤で13勝って、うん、可能性あるじゃん、十分ね。加藤投手が16勝とかするかもしれないですね、うん、俺無理言ってないのよ、うん、正直。いや矢沢が12勝でしょとか言ってるわけじゃないじゃん、はい、うん、金村がまあ13勝してとか言ってるわけじゃないじゃん、うんうん、だからそのさっきの万波の20本も可能性あるじゃん、うんうん、正直、うんうん、でエスコになってフェンスも下がるしね、出やすいらしいですよ、でファールとかも多くなるわけだから、うん、そのファールでアウトも少なくなるわけじゃん、うんうん、で9名の30本だってみんなが打ってほしいと思ってるはずよ、はい、だからむちゃくちゃなこと言ってない。そうですね。でもこれが達成できたら俺は優勝できると思う、うん、でも何かの兼ね合いで防御率いいけど打線の援護がなくて10勝できなかったとかなってくると、それは順位は下がってくるよね、うん、これとで守護神最多セーブ、うん、だって守護神最多セーブ来るってことは、だって去年やっぱり日本ハムのリリーフって一番悪かったから、でそこを再整備しなきゃいけないのと、誰が守護神みたいな感じになってるから、うん、そこがバチッと、じゃ北山でも石川でもハマったら、うん、その前に北山とか石川とか、じゃ宮西とか堀とか、うん、ロドリゲスとかこう入ってくるわけでしょ、はい、安定するじゃん、ほら、いける感じになってきたんじゃん。むちゃくちゃなこと言ってないからね。でもこれにあとポンセが
うん、ピッチャーで、うん、すごい活躍すると、ね、とんでもないことなんですよ、ね、去年ノーヒットノーランしてますからね、うんうんうん、そうだね、うん、ポンセが10勝ぐらいね、ね、うん、してきたら、うん、可能性あるんだ、うん、むちゃくちゃなこと言ってないからね、うん、あるやろ可能性、はい、でこれができたら優勝しますよ。そうですね、うん、ダントツ優勝だと思います今の状況だったら、うん、そうそう、でも分かんないよ、他のチームのことも言うから他のチームもえぐいよ。あ、そうですね、そっちの方がなんか可能性高いなってなるかもしれないですしね。そう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 、中日、うん、だからこれが、はい、いけるって思えばいけるし、うん、無理やって思えば無理っていうね、はい、で中日、はい、中日はもう投手陣はもうそんな言うことないのよ、うん、もうそのまま頑張ってみたいな、はい、だから新戦力で言うとその中地君とか、うん、そういったところの若いところがうまくはまってくれば面白いねっていうところだけど もう私結構涌井投手も大事になってくるかなと思うんですよね、うん、まあ、問題は打線なのよ、うん、ね、で山本昌さんが言うには、うん、アキーノが30発打ったら優勝できるって言ってる。おー、新外国人、うん、アキーノあんでアキーノ次第で1位から6位まであるって言ってた、うん、山本昌さんは、はい、この前のフジテレビ1の野球版の番組で、はい、だからアキーノだね、だからアキーノが2割8分のホームラン30本だね、うん、はい、昨日最近ね、ホームラン結構打ってましたけどね、うんうん、オープン戦でね、で、高橋周平が2割8分のホームラン15、うんうん、で、まあ、大島と岡林が、最多安打のトップ4に必ず2人が入る1位とは言わない、トップ4に入る、去年もそういう感じでしたからね、そう首位打者争ったり最多で、そこが出てよ、うん、秋井が2割8分ホームラン30発打ってよ、うん、で、高橋周平がの2割8分ホームラン15本ぐらい打ったら返せるからね、返せますね、打線の周りが良くなって、あとはリュークが2割7分5厘、はい、エラーが6個6個までまでってことですね、うん、してもね、はい、守備力安定が大事だからね、うんうん、そうですね、ショートはやっぱりこれぐらいいけたらいけんじゃん、うん、でも確かにそう考えるとやっぱり打点を上げる返す人っていうのはいなかったので、うん、そう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 、アキーノ選手めちゃめちゃ大事ですね。去年だってビシエドがさ、打ったら勝てるけど打てなきゃ負けるみたいな感じだったからね、うん、でそれにつなんてビシエドがホームラン30発ぐらい打ったら、うん、でそしたら多分黙ってても、うん、あの大野とか柳とか、はい、もうあの大野、柳、小笠原で40勝するから、高橋宏斗と思いますよ、うんうん、なんも今まで通りで、うん、今言った野手の成績出せば、うん、もうこの大野、柳、小笠原3人で40勝するから、うん、高橋宏斗投手どのぐらい する感じなんですかね。10勝とか普通にしそうですけどね、まず 1年間投げてないからね、まあ確かに、だから1年間どこまでローテーションを守れるかっていうところが勝負になってくるけどね、うん、はい、でも絶対頑張らなきゃいけない柳、大野、小笠原がしっかり40勝1年間ローテーション回って勝てれば、うん、もうあとはもうね、うん、オプションで勝ってくださいみたいな感じになるから、うん、安定したところがしっかりやれれば、でもこんだけ言うじゃんいけるやろ、ピッチャーはもう黙っといてもいいから、ピッチャー本当いますからね、ピッチャーなんて誰かがって言わなくても、うん、この野手がこんだけ打ったら必然的にその3人で40勝絶対するんだよ、まあ、打てばピッチャーも勝てますからね、うん、これができれば優勝だね、この2チームとも、うん、でも秋の次第で中日あるかなってちょっと思ってきちゃいました、今聞いてたらいけるって思うやん、はい、これまだ今日オープニングだから、はい、あ次のとこもどんどん言っていったら、あ、そうかそうか、全球団いける、だってそれいけると思うんだよ、これいけること言ってんだから、はい、逆にそれじゃあ優勝まだできないよってなったらやばいよ、うん、そうですね、いやでも可能性を感じますね、これ聞いてると、できれば、ね、うん、はい、できれば、うん、これがでもアキーノ頑張れっていう、うん、あと僕個人的には木下捕手がベストナインとかどれぐらいより来てほしいなって思うんですよ、途中変えられるとかあったじゃないですか、うん、去年こういうのはなしにして、うん、打ちなきゃベストナイン取れないからね、打ってほしいなって思いますね、うん、今年の立浪さんのやっぱ采配っていうのは楽しみですよ、うん、でも一番は監督が何もしないチームが一番強いんだよ。そうなんですか。だって作戦って頑張ってくれれば何もしなくてもいいわけよ、まあ、打てば勝てますしね、そうだから監督に仕事がないチームが一番強いよね。うーん、あれこれしなきゃいけないって、だからあれだね、いやスクイズとかした方がいいんちゃうって打てないから言われるだけで、はい、打ってればスクイズしろなんて言われないからね。だから立浪さんが何もしなくてずっと座ってるだけでよければ多分強いよ。おー、なるほど。だからそれぐらい躍動できるからね、うん、野手がね、うん、まあ、あとはね、ドラゴンズファンとファイターズファンの皆さんがね、はい、できると思えば勝てるし、はい、それは全部は無理やろうって思えば今年も難しいんじゃないですか、はい、なくはないと思います、はい、はい。